どうも皆さんこんにちは、三浦です。ママにゲーム隠された続きからやっていきましょう。さあ今日は24日から来たよ。まあここは至って普通な状況。なんでだよ、指突っ込むとこじゃないのかよ。そこ24日、なんだろう、あピザ来たね。で卵も来たな。ちょっと入れてみようか。ほんと卵入れちゃいけないんだよね。爆発したし、お母さん後ろにいたんだね。卵ダメか。じゃあね、こうかな。あ、何の変化もない。ちょっと待ってよ、何の変化ないな。じゃあ卵、ダメなんだ。難しいなこのステージ。でもなんか反応したんじゃないかな今。あ、ちょっとピザ入れよう。そうかそうか、チンしてなかったから何の反応もなかったのかな。いけ。あ、なんか表情が変わったよ。やったー、ゲットしたー。25日目、お母さんまたいるね。さあどうしようかな。あれ、間違い探しみたいな、そういうこと違うか。あれ、ここはなんかね、触っても反応しないな、ここ。あれ、あ、やっぱ間違い探しだこれ。どこに間違いがあるんだろう。お母さんかな。あ、お母さんだ。お母さんですねこれ。皆さんわかりましたか。イエーイ。靴下をね履いてなかった。え、まだあるの、まだあるのか。え、違ったか。チェキショー。あ、上の方に書いてあった3つか。3つ道、あの間違いを見つけなきゃいけないのか。1つでしょ。時計は、時計は単身も長身も合ってるね。壺なんか怪しいんじゃない。壺、これ3つ見つけられ、あ、ラジカセそうだったね。あー、あとタンス、タンスっていうのかなこれ。ソファ難しいな。あ、これだ。上から落ちてきた。なんかもはやもうゲーム隠してないけどねこれ。ただの間違いゲームになってる。26日目、